マインジニハイシキン TV のチキンです。こんばんは。2023年3月26日の動画に来となります。撮影は4月8日と同曜日に撮ってます、えー。タイトルにある通り3月26日は結婚式で初めて人生で参加してきました。はい。えー、婚前式と呼ばれてるやつですかね。はい。えっ、ー、と、お寺、お寺、神社、えー、ですかね。 でえー、と結婚式そして披露宴、えー、参加ししてきました、えー、披露宴ではすごくね美味しい、えー、料理、えー、っとなんていうの懐石料理、えー、のお店でですね、えー、っと次から次へと美味しい料理が出てきて美味しいお酒も石川県の日本酒だったんですけどもの飲めて、えー、最高に、えー、楽しかったですはい。 えー、ということで、ちょっとね、いろいろね、振り返っていきたいなと思います。はい。えー、今回参加したのはですね、本当にね、僕にとって大きないろいろな経験を、えー、させていただいた、くれた、えー、ある、えっ、ー、と、仲間というか、えっ、ー、と、業務、元業務委託先の、えっ、ー、と、メンバーの、代表の式、えー、新電式結婚披露宴でした。はい。 えー、ただね、残念なことに土砂降りだったんですよねはい、えー、めちゃくちゃ雨降ってましたはい、えー、と神殿式というのはですねえっ、ー、と若坂の方でやったんですけどもえー、神社ですね、えー、やったんですけどもあのー、なんだろうえー、っと、あれですねなんかその本殿みたいなところでえー、社殿って呼ばれているところで、えー、やるんですけどもすごくね、あのー 1一個で雨降ってたこともあって、すごくね、社、え、殿、ー、の中ひんやりしていてですね、えー、お腹ね痛くならないかなって、すごくね、えー、式中にお腹痛くならないかなと心配しながら、ドキドキしながら、えー、っと、2人の、お2人の結婚式、親殿式見守ってみ、えー、ました。はい。えー、っと、そうですね、あの、すごくあの、新郎の、えー、っと、新郎はめちゃくちゃ。 えとリりしくもうねかっこよくて、えー、とドンという感じであの決まっていてですね、えー、かっこいいなと本当に、えー、改めて、えー、思いましたはいいろいろねほんと儀式みたいなのをねいろいろやっていたんですけど正直なんか全然、えー、とその儀式一つ一つがどんなことを意味するのかっていうのはね一個一個ね説明ね、えー、してくれて、えー ええと、いたんですけども、あの、なんせね、前提の知識がなかったので、あんまりよくわからなかったというのが正直なところです。はい、本当に、神殿式ということがわかっていたので、事前になんか調べてですね、えっ、ー、と、赤坂の神社の方で、ホームページの方にもね、もうこういう感じで、えー、流れでやりますっていう書いてあるページはね、えっ、ー、と、見つけたので、それを事前に読んで、挑めばよかったの、もう少しなんか、えー、よかったなと思いました。はい。 でそんな感じでねえー、とやっていてですね、えー、と意外とねあのあっさりというかね、ね一瞬で新年、えー、式というのは、ね、終わって、ですねその後タクシーでえっ、ー、と結婚式、えー、じゃなくて披露宴会場に移動してあいろいろあのーねあのー、ありました。はいで、えー 結婚式に行く前にね、本当に初めての結婚式だったので、いろいろ準備、えー、もう大,大変というかな、いろいろ調べてやりました。はい。えー、と、まずね、ネクタイ、結婚式にしていくネクタイはどんな色がいいのか、えー、とかね、ご祝儀袋、えー、はどんなものがいいのかとか、いくら入れるのかとかね、いろいろ Google で検索して、えー、リサーチして、えー、とやってきました。はい。結婚式のネクタイに関してはですね、結局あの、自分がですね、全然本当にスーツ、えー、全くこれといってね、 本当にスーツ着る機会がこれまで、えー、5年ぐらいかな、以上。えー、前来たのが多分成人式じゃなくて、なんだっけ、えー、卒業式か、大学卒業式だったので、4年、4年以上前だったのでですね、押し入れにしまっているスーツをね、えー、っと、取り出してきてですね、えー、ちょっとねき、ちょっとだけね、えー、っと、掃除してきれいにして、えー、それで行きました。はい。あのー、で、あの、本当は、なんか、えー、なんだっけ、 のスーツね、えっ、ー、と、裾が、ズボンの裾が結構ダボダボだなみたいな、えー、思ったんですね。で、それというのも4年前に比べて僕、その10キロぐらい痩せました。なので、それの影響でなんか、えっ、ー、と、ダボダボだなーってへなったんですけども、それでちょっと前日にね、えっ、ー、と、青山とかかな、えー、青木だったか忘れたんですけど、洋風の青山か、に持っていてですね、えっ、ー、と、青山で買ったやつはなかったんですけども、あの、店舗、 その店舗じゃなくても、えー、青山以外でも、えー、裾上げみたいなできますよって書いてあったら言ったんですけども、残念なことに、そのお店では、えー、別の店舗でやってるけど、そのお店では、えー、っとやっていないということだったので、えー、っとでやっていない、えー、やっている他の店舗もですね、えー、っともう今混んでいて1週間。 ととかかかかりりますよって言われたりとか今夕方に持ってったらもうねもう業者さんはもういなくなってますとかね言われて本当にちょっと行動ねそこスーツで一日前に取り出したんで遅かったなと反省しましたはいでネクタイはね青山で買いましたシルバーのやつ一番なんかえっと無難でえっと合わせやすいものにしてくださいって言ってお姉さんに選んでもらってやりましたはい 一つね、シルバーのあれば、えーと、次もしね、結婚式参加することになったら、それをね、えっ、ー、と使えばいいので安心かなと思います。はいであとは、えー、なんだろうな、ご宿湯袋っていうのも初めてね、買いました。えー これは、ね、なんか100均で、えー、と売っていていろんな種類が、えー、あったんですけどもなんか入れる金額によって、えー、とやつ、えー、デザインが変,わ変えた方がいいみたいな感じで調べたら書いてあってですね僕は今回の一番、ねえー、とスタンダードなデザインのやつを買いました。はいで、えー、とその 貼ってご敷き袋に何を書いたらいいかとかどこに何を書いたらいいかもその全然知らなかったのでそれもね、えー、調べてですね、えー、名前書いたりとかねえー、っといくら入れたかとかね名前みたいな感じを書いたりとかねしたりとかして、えー、やりましたはいまあほんいろいろねちょっと、えー、新しいことをやってみてすごくそれだけでもね結婚式参加する前からすごく楽しかったですはいえー、で、えー、あとは何だっけな そうですね。えー、結婚式の前だったんですけども、ちょっとね、昼からだったんです、結婚式が。だったので、ちょっとねはや、いつも通り早起きして、えー、赤坂の駅の近くのドとールりにね、えっ、ー、と、行って2時間ぐらい、えー、パソコンでね、作業、えー、スーツだったんですけど、作業をして、日記変えたりとか、えー、してました。はい。朝ごはんね、そこで、えー、まあ、2回目の朝ごはんを食べました。はい。えっ、ー、と,と、モーニングセットみたいなのを食べ、注文して、えー、サンドをね、出てきたんですけども、なんかね、えっ、ー、と、 あれだったんですよ大嫌いなマスタードがなぜかべっこり、えー、張り付いていてですねそれをねこれは食べたらちょっともうだめだということでですね、えー、とスプーンか何かでこうマスタードの部分だけペッってね取って食べました、はいえー、ただねねちょっと,、ねえー、と気分がね結婚式で、えー、と財布が緩んでいたので頼んだんですけどそんなにお腹空いてなかったので別に食べなくてよかったかなと思いました。はい でそんな感じでえっ、ー、と雨の中ね、ね神社に、えー、赤坂の神社に到着してみんなの、ね、準備が整うまで、えー、ちょっっととねえー、と参列者の、ね、新郎の、えー、友達はこっちみたいな親父の友達はこっちみたいな部屋で別れて、えー、待ってました。はい最初入った時すごくね静かで、えー、ちょっと気まずいなと思ってですね。えー、と何回かて 一回トイレ行ったりとかしてね、えーっと、ごまかそうと思ったんですけども、あのなかなかちょっともう沈黙に耐えられなくてですね、隣の優しそうなお兄さんがいなので、えー、どんな新郎、えー、とはどんな間柄ですかとか聞いたりとかして、そこからね、すごく本当に、えー、なんか僕もよくわからない質問とかしたと思うんですけども、全然。 あのー、嫌な顔一つせず朗らかに、えー、優しく回答してくれてその後なんかワンピースカードのね話とか YouTube ねお互いやっているということでその YouTube チャンネルを見せ合ってですね<あ>ワンピースカードをこんなめっちゃやってるじゃんみたいな感じで盛り上がったりとかしてですね楽しかったですはい、えー、なんかなかなかねお互い YouTube チャンネルやってるっていうね、えー、シチュエーションないと思うのでそこでちょっとだけね少しだけ、えー、距離が心の距離が縮まって YouTube やっていてよかったなと思いましたはい えー、登録してくれてありがとうございましたって感じです。はい、僕も登録しました。はいえー、で、えー、そうですね、えー、あとはですね、何だろう、うーんと、そうだな、うーん、儀式の中で、結婚で儀式の中で、賢み、賢みっていうね、セリフを。 言葉をね、えっ、ー、と、神主さんが言っていて,て、そこだけね、耳に残りました。はい。えー、というのはあの新海誠、新海誠さんの、えー、最新映画の、スズメの戸締まりっていうね、えー、なんか中国ではね、えっ、ー、と、君の名を一気に抜いたみたいな感じでニュースになってましたけども、そのヒロインとかね、壮タが、えー、耳図、災いのね、耳水が出てくる扉を閉じるときに、閉じるときに、えー、映唱してた呪文の中で、その、かしこみかしこみ、慎んでお返し申すっていうね、印象的なフレーズがありまして、 あ、それだなと思ってですね、えー、はい覚えてましたはい聞こえましたはい。まあ、知ってるセリフ知ってる言葉はやっぱり耳にスッと入ってくるなと思いましたねはい でとそうですね、結婚披露宴には、さっき言ったようにタクシーで移動して、タクシー代はす、ね、でになんかあの、スタッフさんがね、払ってくれたので、僕たちの方では、はい、乗る方では払わなくてよかったです。はい。えー、懐石料理をね、食べました。はい。で、本当に、ね、石川県の美味しい日本酒、そしてビールをね、ガブガブ飲みながらね、えっ、ー、と、最高に幸せなひそときを過ごさせていただきました。はい。あのー、なんか、居酒屋と違ってですね、もうね、その、えー、一室、 部屋にフロアにえっと専門のねえっとスタッフさんが待機しているので、お酒、グラスが空いたら、すごいすっとね飛んできてくれて、入れますかみたいな感じで、ビュアってね日,本日本酒も入れてくれて、これはねガブガブ飲んじゃうわということで、当にそにホスピタリティといいますか、そんな感じで感動したポイントでした。はい、あとはそうですねなんか 披露宴えー、飲んで、えー、美味しいご飯本当に美味しいご飯、えー、を食って、えー、飲んで、えー、語り合って、えーっとまあ、語り合うって言ってもその新郎とではなくてですね新郎新婦とではなく隣の席の、えー、だった、えー、人たちとあの喋り合ったりとかねしたりとかがメインだったんですけどもすごくねあのいい 幸せな空間だったので僕もなんか、えー、自分がお世話になっている人とかお世話になってきた人とかね仲のいい友達を見たまねてそういうね広いんじゃないけどそういう会をねいつか開,い開けたら最高だなと思いました。はい まあ,あとはやっぱ自分が結婚式をもしねやるときに参考にさせていただきたいプロフィールブックであったりとかクイズゲームとかもね披露宴でやってたんですけどもそこもねいろんなところがね僕が実際にもしやるとなったときに取り入れられそうなアイディアがいっぱい詰まっているなえっな新郎新婦のこだわり好きなものギュッと凝縮されていた幸せな結婚式で最高 でしたはい本当に招いてくれて、えー、ありがとうございましたということで本当にこれからね、えー、末永くまあ、いろんなね大変なことがねこれからね、まあえー、あると思うんですけども、えー、一個一個、えー、乗り越えて、えー、笑顔で乗り越えて楽しく、えー、幸せに、えー、していただきたいなと思います。はい えそんな感じで、えー、っと結婚式初めて参加してきてですね本当にいろんな、えー、気づきがあってですね幸せをおすそ分けしてもらって美味しいご飯もお酒も飲めて、えー、懐かしい人々にも会えて最高に、えー、いい、えー、時間でしたありがとうございましたバイバイ